つか笑って過ごせるひまれです。2回連続でね、政治の話になってしまって非常に申し訳ないんですけれどもね。しかもまた細川氏ですよ。細川元首相ですよ。ですね、17日に予定していた正式出馬表明会見。こちらはね、公約など準備が整っていないため、質問への回答内容の文言も調整しないといけないとしてね、20日以降に延期するということなんですけれども、これどう考えてもね、シングル一致だとかね、なんやかんやと言われたので、原発だけについて語り続けて、会見を終わらせるつもりだったんでしょうね。それができないから、どうしよう、何やろう、どうしようみたいな、そういうことをやってるんではないかというふうに思うわけですけれども、まあ、そう思われても仕方がない、状況ですよね。はい、と思っております。この方、ね、前の猪瀬知事と同じようなことをやって、元首相の座を追われた人、自分から辞めた人、佐川急便でしたかね。なので、それを考えるとですね、どうなのこの人っていうふうに思ったりするわけですけれどもね。はい。まあ、実績とか、政治家としての能力とかはあるんでしょうけれども、その辺を考えるとね、猪瀬さんのあたかもにこの人はどうなのかというのが一点。そして、反原発だけをね、争点にしようとしたのを叩かれたからといって、なんとかしようってしてるんでしょうかねっていう風な印象を得ざるを得ないという状況だと思います。はい。ということでね、第3回、声中ブログということで、またしても政治の内容についてちらっと語って終わってしまうことになってしまいましたけれどもね、次はできれば政治じゃない話をしたいなと思いつつ、まあ、どうなるかわかんないです。はい。まあ、ニュースの内容とかね、僕自身が起こったこととかをね、取り上げていきたいと思っていますのでね、現時点で次何するとか決まってないので、どうなるかわからないですけどもね、また聞いていただければと思います。いつか笑って過ごせる暇でした。ありがとうございます。